黒牛、黒糖。でも鹿児島といえば白熊だよね。黒豚、黒牛、黒糖、白熊。説明しよう。閉店 Z とはいつもは閉店10分前から実践の閉店くん閉店ちゃんが、視聴者のみんながわーわーやーやー言うからだいたい夜9時ぐらいに現れ、だいたい閉店60分ぐらい前から実践する画期的な番組である。イエイ、白熊やってきた。森永中央東口店さん、早速なんですけれども台を選んでいきたいと思います。前回はジャグラーを打ったんですよね。ジャグラーを打つ前にちょっとお気力気がまさかの満台。いやでもやっぱりハイビスカス、ハイビスカスは何でもいいわけではないんだ私は。とりあえずスロットコーナーを見ていきましょう。あららららら ら, ら、ハーレスさんが4314枚だって。すごいなこのサラリーマン番長。ジャグラーコーナー、ある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 、こういうの。これまたジャグラーとか言われるかもしれないけど、これちょっと打ちたい。本当はね、ささみさんが打ちたかったんです。でもね、バラエティに1台しかなくて埋まってるのってなったらさ、やっぱジャグラー、よし、ジャグラー潔く行こう、ジャグラーに。本日はこの3478ゲーム12の17119分の1の、ニューアイムジャグラー、この台を打ちたいと思います。それでは、本日アイムジャグラー、ニューアイムジャグラー EX 打っていきたいと思います。光るといいな。まあね、今結構ハマってる、316ゲームハマってる感じなので、まあ結構すぐ光ってくれると嬉しいな。ペガ光らないで、まあ閉店1時間前なのでブドウは数えません。というか、カウンターを忘れました、私は。まあ、前回こちらのね、森永さんでジャグラーで結構すぐ光ったんで、今日もすぐ光ることを祈ってるんですけどね。最初の投資で光らなかった、そういうわけで追加投資。でもジャグラーで400はまたちょっとなんか辛い。もうすぐ400いっちゃうけど、でも結構ボーナス回数と合算でまあ見るしかないのであれなんですけど、意外とジャグラーってね、設定分かんなかったりするんですよね。あとはまあブドウですけど、こんな短時間じゃブドウもね、あれにならないので、もうあとはセンス、人間設定の問題。私人間設定低いんだよな。追加投資、むー、やばいよ。今393ゲームもうすぐ400いっちゃうよ。でもまだビッグ引けばプラス、あ、光った、ほら400より前に光ったよ。396ゲームあとはビッグならプラスだよ。まだいけるかな、負けだ、負けだ。396レギュラーボーナス
よし頑張ろう。1ゲーム連はしなかった。15ゲーム。85ゲーム負け。確かに持ちメダルでは引いたけれども、いいよもうビッグで、いいよビッグで、ビッグくださいよ。なぜバケ、バケ2連発。でも今サキペカだった。サキペカする子は頑張る子、いつもの私の言っているサキペカは頑張る子なんで、この子頑張ってくれると思う。でも一応持ちメダルでは引いてくれたんですけど、結構持ちメダル残り少ないところで引いて化けだったので、あまりないに等しい感じで引きました。だからちょっとまた持ちメダルで頑張ってビッグを引きたいところですね。ビッグ引いてちょっと余裕を持たせて、余裕欲しいな、余裕。確かにこれペカンの早かったから投資はそんな言ってないんですけど、でもさ、馬券1回でしょ、馬券1回分でまだメダルあって、まあ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 いいんじゃないか。ただもうすぐ100回転、引かれ、引かない、飲まれた。追加投資、ついに追加投資が、だからさガールズがめっちゃ気になるんだよ。ちょっとガールズ見てきちゃおうかな。ちょっとガールズ見に行ってこよう。あーでもグラフが微妙なのね。なんかいやこれだろ、まあ、ちょっと馬券少ないですけど波はいい、こっちの方が。これ私これに移動する。というわけでニューアイムジャグラー EX 別の台に移動してきました。104分の1、25の16、4280回転回ってます。ちょっと化けが少ない気もするけれども、こっちの方が良さげ。というわけで、移動して1回転目ペカンラズ。でもこれ1ゲームやめしてたので弱連も見えるよ。弱連したら嬉しいな。まあさっきのもねブドウ良かったから、まあ別に良かったんですけど、なんかね全体的なその波波とか言うなんて話ですよね。まあでも確率はいいので、このままちょっと出てくれれば嬉しいなっていう。ちなみに前の台が200枚通し2ペカ、バケバケ。結構でも見てる感じコンサントに引いてる感じ、大ハマりがあんまなさそうな感じなので、
まあ、このまま大ハマりなしく行ってくれたら嬉しいなっていうところですね。追加投資でもこっちの方が総回転数は回ってたんですよ。試行回数がそれだけ多くなるから確率もね、試行回数が多い状態で、例えばビッグ1回しか引いてないで104分の1とビッグ5回バケ5回引いて 104分の1と、まあ、ビッグ20回バケ20回引いて104分の1と信頼度が違ってくるわけですよ。でも光ってくんないんだよな。そんなこんなで追加投資ですよ。周りにいる女性ジャグリストたちはみんな光ってるんだって。今ね、あのジェフ特派員の情報がでね、色気を出していこうって言われたんだけどさ、あれかな、今日おっぱい出てないからいけないのかな今日私洋服がボートネックなんですよ。あの平らなやつ、平らな首のやつ。追加投資あれかな、今日おっぱい出てないからジャグラー光ってくんねえのかな。そんなんで光るんだったらいくらでも出すわ。やばいよ、もうすぐ200回転いっちゃうよこれ。全然光る気配しない。頑張って頑張って、光らないよ。追加投資300までには光ってくれるといいな。だんだんあのハードルが低くなっていってます。ジャグリングしてくれるといいな、からあの200ゲームまで300ゲームまでと時たま逆をして気分転換をしようと思ったら なんかカミカミだな。時たま逆をして気分転換をしようと思ったらピエロかチェリーか何かをこぼしたというあの不思議で目が止まり、やこしあめピー追加投資。もう私結構光る気しないんですけど大丈夫ですかねこれ。あー300回転いってしまった。マジで追加投資、あ、ありがとうございます。あのホールさんが配ってくださってるかりんとうまんじゅうだ、かりんとうまんじゅういただきました。ホールさんにこれでかりんとうまんじゅうパワーで光るといいな。見れる範囲で本日の最高ハマりみたいですこれ。これでまあ履歴は30回まで見えるんですけど、まあ、見える範囲での、 あの本日最高ハマりということで最高記録絶賛更新中。東区支店さん素敵なお店です。もうビッグ池だからいいよ、負けてっけど、いやーマジ嬉しい。今探偵じゃなかったので
光ると思わなかったんですけど、光れ、えいって言ったら本当に光ったの。まさかあのタイミングで光るとは。まだ、あと15分あるので15分あるのでまだ巻き返せるかもしれないよ。本日撮影にご協力いただいた森永中央東口店さんなんですけれども、まあ、ここにもある通り新機種もいろいろ入ってますし、楽しめそうな台もたくさんあったので、お近くの方はぜひ遊びに来てください。鹿児島中央駅から歩いてすぐなので、アクセスもいいと思います。ぜひぜひ皆さんのお越しお待ちしております。ありがとうございます。頑張ります。あと15分、15分ないかもしれないけど頑張る。もうあとは頑張って光らせるだけなんだ。残り時間もわずかだし、まあ、今日一応閉店 Z ということで、1時間以上打ってますけれども、もう残りも12分閉店まで。そろそろ閉店ちゃんのお時間が、ね、ブドウで延々と増えてるんだけど大丈夫かな。この台すごい延々と増えてますよ。今22回転回してるんだけどクレジット何も出しないで40、今また8。めっちゃブドウ落ちてたよ今。ありがたいね、閉店前のブドウはありがたい。はい、光る。やったー、ミック2連ちゃん。ちょっとマジで勝ちが見えてきた。まあでもそう簡単にいかないのがジャグラーなんだよね。いやー、それにしてもやっぱりね、ビッグをこんだけあの連チャンで引かせてくれるなんて素晴らしい。はい、頑張ってください、お願いします。ちょっと勝ちが見えてきてるからね。でもここであの欲張るといけない、あの負けを減らしたぐらいの気持ちでいた方が光る気がする。まあ、光らなかったら光らなかったでしょうがない。楽しく打とうジャグラー。まあ多少負けても楽しく打てればいいかなっていう、最近私そういう考えです。だから楽しく打つことが第一。やばい、めっちゃ嬉しい。やったね。もう森永中央東口店さん素敵なお店です。ありがとうございます。というわけでこれで終了したいと思います。930枚プラスです。ドラマティック。いや、お疲れ様でした。
ジャグラーね、なかなかちょっと守備が固くて厳しい戦いを強いられたんですけれども、そうですね、でも、まあ、結果、まあ、最終的には、まあ、自分のパチソができて、ドラマチックな展開を迎えることができたんで、まあ、自分としては満足かなと思います。まあ、次回も自分のパチソができるように頑張ります。お疲れ様でした。YouTube はこんなに楽しい。人気パチンコパチスロ動画がいつでも見れる。人気ライターの来店情報もプッシュ通知で届く。 YouTube ダウンロードしてね。えいえい。